にちは。これから石垣島に行ってきます。ということでレッツゴー。石垣島行き15時15分発です。
空いております、はい、横になろうと思えば横になれる状態です、はい、石垣島までは約3時間30分、今日は気流の関係で早く着くようなアナウンスがありました。石垣島はですね、今日はちょっと台風の影響があり、雨のようですけれども、雨でも楽しめることをやっていきたいなと思っています、はい、夕焼けになってきました。すごい綺麗ですよ。はい、静岡市動きを中央方向です。石垣島に到着しました、予定時間より10分ぐらい早く到着しました、これからレンタカーを借りて市内の方に移動していきたいと思います。行ってきます。オーリートーリおはようございます。すっぴん撮りました。雨ですね。ちょっとじゃ あの外に出てみますね。よいしょ。こんな感じでホテルの外はもうすぐ繁華街なんですけど、雨。ございます。では朝食見ていきたいと思います。あ、お、すごいね。すごいですね。うん、かわいい。
可愛いパンとクロワッサンとか、これは何だろう、あ、国産の蜂蜜、わ、すごいね、蜂蜜が、うん、フルーツもあり、ハーブティー、シークワーサージュースだ、シークワーサージュースがさ、こういうところにあるってなかなかないよね、うん、ないない、ね、ないエビね、エビはちみつ、ここでこんな風にしてはちみつ食べられるってすごくない？すごい、ね、すごい、本当だ、ここからこう、こう来てこう流れて、うん、ここで取るんだよ、すごくない？すごいすごい、初めて見たこんなの、おはようございます、でこれがタコスのメニューと、これが沖縄風豚汁、面白い、これがカレーのスープ、フィレストローネにコーンスープにかぼちゃのスープ、サンドイッチにして食べるんだよね、きっとね、ここね、あ、かわいい、かわいいですよね、かわいい、今日宿泊したのはここのホテル、ブレックファーストホテルマーチです、ね、石垣島の本当に繁華街の中にあるすごく利便性のいいホテルです。駐車場はちょっと小さいんですけれども、なかなかいいホテルです。で、じゃあホテルの方をご案内したいと思います、ね、カジュアルな感じですね、ブレックファーストホテル、部屋は201、ごめんなさい、ドアが閉まります、2階でおります、おはようございます、中に入るとこんな感じで、ここに段差があるんですね、面白いですよね、ちょっと使った後なので、よいしょ、こんな感じで、うん、いい感じですよね、すごいシンプルね、そう、冷蔵庫があって、デスクがあって、でここにはねコーヒーとか、お茶が入ってます。はい。そしてこちらが洗面所ですね。ちょっとごめんなさい、使った後なので、すごく清潔ですね。
い、シャンプーリツ、はい、これはハンドソープシェービング、はい、何でも、ね、綺麗に揃っております。シャワーヘッドも大きいですよ。水圧まですごいです。ね、テレビもね大きいのがありますね。で、景観なんですけど、もう本当に街の中なのでこんな感じです。もう繁華街、もうすぐそこが、ユーグレナモールですね。すごい湿気。今日の11時に空港にゲストをお迎えに行って、はい、そして石垣島保養ステイが、今日から始まります、はい、ここは全泊のホテルでした、はい、石垣島ブレックファーストホテルマーチお送りしました。ありがとうございます。すごい雨ですけど、すごいですよ、扉はやっぱり。